いやー、なんでこうなってるんだろう。おう、あの前って。皆さん、こんにちは。ヒデです。アニョハセヨ、イキテルイミダ。アニョハセヨ、アニョハセヨ、アニョハセヨ。じゃあ、最近コロナの影響のせいで、日本、韓国、全世界、どこでもすっごく怖いですね。怖いですね。日本に住んでる韓国人が、韓国を結構怖がってる。その理由が一つあります。このコロナ、いやこれじゃないです。このコロナよりもっと怖いことがあるんですけれども、それが都市ですね。都市、韓国行くとしたら都市を1歳とか2歳ぐらいもっと取る。いやー、これ怖いですね。そうですね、ふけちゃんいますね。じゃあ、皆さんが好きな韓国ドラマの俳優さんの都市をネットで調べたら、なんか違う。 K-POP アイドルのオーパーの都市をネットで探してみたんだけど、なんかおかしい。好きな男ができて次やったんだけど、最初は同じ都市だと思ったのに、私より年下や。やられた。この都市がありますね。韓国はその都市がありますね。韓国は今世界で唯一な、韓国だけに都市を数える。それを今日皆さんと楽しく、韓国の都市の文化について楽しく話していきたいと思います。と、몇살이냐。都市ですね。韓国の都市が不便ですね。そうですね。韓国ではなんで都市を2個取られるんですか。正直にさ、俺は理解ができない。お母さんのお腹にいた時から何も覚えてないし、考えもないし、ミミズみたいな存在だったのに、その時からなんで俺が1個取るの ?1 歳取るの。いや、地球が1歳取るんだけどさ、俺までなんで一緒になんか取るのよ。むかつく。こういうことが、韓国の歌手さんが言ったことなんですよ。こういうみたいに、話してる韓国人もいますね。いや、韓国式の都市、いや、頭痛いですね。たまにはこれがちょっと不便になる時がちょっと多くて、この都市数え方をちょっと変えようと、なくそうと言ってる韓国の方がいますね。例えば2000年生まれで、誕生日が4月25日。そうだったら、日本では誕生日過ぎたら20歳になりますね。韓国では2020年1月1日になると22歳になる。いやー、これ2個もと取りますね。こうやって韓国では都市を取る、その都市を数える方が3つあります。まず、年明けになると都市を取る、その韓国の都市を数え方、セナイ법と言いますね。これはどこで見えるのかとしたら、皆さんもみんな見たと思います。韓国の居酒屋、クラブとかコンビニでも見えますね。2000年お酒が飲めますと、タバコ買えますと、居酒屋入れます。じゃあ、韓国旅行行ってこういうことを見た人いると思います。いますね。この数え方がありますね。2番目は、万内という万都市ですね。そう、数え方がありますね。これは韓国の観光省と病院と構成的にこのやり方をやってますね。
皆さんがみんな見たその都市はこの万内っていう万都市の適用とそういうことが多いと思います。韓国の新聞やネットとかに見るとしたらこの数字がこういうみたいになって格好の中に数字がある、それを見たと思いますね。これが万内です。万内、万内。3番目は年都市、年内、年、年内と言うんですけど、皆さんが知ってるこの兵器と未成年者保護法とかそれが入ってますね。じゃあこれはちょっと今難しいですね。言っても難しいですね。簡単に説明をしたら、2001年生まれで日本では18ですね。誕生日がまだ誕生日じゃなかったら18歳ですね。でも韓国では18歳、19歳、20歳。わあ、頭痛いっすね。いやあ、頭痛いっすね。いや、俺も頭痛い。いやあ、なんでこうなってるんだろう。おう、頭痛い。なりますね。だから韓国では12月の生まれの方はいやすごく悔しいとすごく悲しいって言ってるんですよ。例えば12月31日が誕生日だったじゃん、その生まれだったよ。その生まれだったらどうし、1日過ぎたら2歳になる。2歳、うん、いやいいですね。早めにちょっと年取りたい人はいいですね。でもこの人たちはすぐ老けちゃうから、大正月になると大正月を大嫌い、大嫌い。だからさ、この人たちはあんまり特に嫌いじゃん。特に嫌いですよ、この人たちは。特に食べたくない、うん、こういう人がいますね。こんな文化で韓国では子供を、ちょっと子供が欲しいときに、子供を作るときに、これと、いさんがコメント足らら、と、特に、おかしいの話じゃないです。そうですね。だから、こういう文化で、子供が欲しいときには、それを考えてから子供を作ると思います。こういう方も結構いますね、結構いますね。この韓国都市数える方が昔古代の中国由来だと言いますね。昔東アジアで使われたんですけど、現在では今ほとんどじゃなくて韓国以外には使ってないし、ちょっとこれ都市数える方がやっぱしちょっと難しいし、ちょっと不便なので、今他の国はやってないんですけど、ただ韓国が世界で唯一ですね。そうですね、これだからちょっと韓国が上下関係がちょっときついかな、そうかもしれないですね。わかんないですね。じゃあこんな不便な都市数える方が、韓国ももちろん日本みたいにちょっと変えようというその法律的な動きもありますね。その法律的な動きもあります。じゃあ韓国国民が大好きな国民請願、お正月1月1日になるといつもこれを変えようと変えようと結構出てますね。この文化で他の意見の持ってる韓国で、高校には韓国の慣習が入ってるって言っていいんだ悪いんだって言っても、不便を持ってるその方がいらっしゃったら法律的に検討したらどうかなっていう層の方もいますね、いますね。これで日本にいて韓国いたら2個、もっと老
けちゃうから韓国行くのが怖いですよ怖いですよ怖いですよ。じゃあ今日は韓国の都市の文化について話したんですね。僕は子供頃はちょっともっと早めに大人になりたかったです。年を早めにとってて、お酒も飲めるし、旅行も自由に行けるし、それだったんですけれども、今はですね、僕の友達はいつもまたちょっと戻りたい、若いの頃にもっと戻りたいっていう友達も結構いるんですけれども、僕はいろんな経験ができてきて、今の現在を愛してます。じゃあ皆さんはどう思いますか？若くなるのがいいですか？もっと年取って大人になるのが好きですか？皆さんのいろんな話をかわいいうちでコメントをたくさんたくさん載せてください。たくさん話してください。ありがとうございます。また会いましょう。